日本聖公会は、キリスト教の一教派、聖公会の構成団体の一つ。聖公会は、宗教改革の中からイングランドで創生した、イングランド国教会をルーツとする教派で、抗議のプロテスタントに含まれるとみなす見解もあるが、聖法教会におけるカトリック教会とプロテスタントの中間というのが実態であり、中道の教会であると自任している。 日本で宣教を開始したのは、米国聖公会の宣教師が長崎に来日した1859年で、文化庁編集教年間平成30年版によると、国内に279の教会を持ち、信者数はおよそ4万8500人で、日本におけるキリスト教徒全体の約5%を占める。受精参者はおよそ2万人。立教大学。 桃山学院、聖路科国際病院、滝の川学園、エリザベス・サンダースホームなど、200余りの関連施設を持つ。聖公会という看護名称は、ニケヤ診療及び、使徒診業に出てくる、聖なる、行動の教会という意味であり、非公式には19世紀中央から、香港、中国で使われ始め、正式には1887年から、日本聖公会で、 その後中華性公会、朝鮮性公会などでも用いられるようになった名称である。日本性公会初代監督 CM ・ウィリアムス氏宮廷比、チャニング・ウィリアムズはアメリカ合衆国から来日した宣教師で長崎県、大阪府、東京都、京都府で布教を行い、日本性公会初代監督に就任した。1936年。 この地の京都教区教務所構内に移築。その後、ウィリアムズ氏記念館として使われていたが、現在は京都教区主教廷として使用されている。京都市上行区。西三一大聖堂、明治時代、アングリカンコミュニオンによる伝道は、四つの宣教団体によってなされた。その後、日本聖公会は1887年2月11日に成立した。 20世紀前半、日本の海外進出に伴い、日本統治時代の台湾に、台湾聖公会、中国に、大連聖公会などを設立し、日本統治時代の朝鮮において、朝鮮聖公会を併合している。日本において、代表格の聖職位は、主座主教と呼ばれ、全国の11教区の主教で構成される、主教会の議長及び、 日本聖公会総会の議長の役割を担う。主座主教は、現役の各教区主教の中から聖公会総会での選挙によって選出され、教区主教の職を兼ねつつ、隣番で務める。現在の主座主教は、ルカ・ムトー・ケン教区はそれぞれ独立しており、個別の宗教法人格を有し、原則として、聖職の人事も、 教区単位で行われることになっている。よって、主座主教の権限は、他の国、地域の成功会に比しても、限定的である。教区の連合体としての日本成功会は、日本管区と呼ばれ、全国規模で行うことが望ましい事務を、取り扱っている。なお、日本管区事務所は、東京教区の牛込めき公会聖バルナバ協会と、同一の建物内に置かれている。 全世界の聖公会における名誉的代表格の聖職位はイングランド国教会のカンタベリー大主教と自席でヨーク大主教であるがこれは全世界の聖公会の連合体であるアングリファンコミュニオンの幹事という位置づけでありローマカトリック教会におけるローマ教皇のような全教会の絶対的指導者ではない各管区における代表の主教が 他の教区主教や信徒議員との会合に基づいて、各管区の成功会を取りまとめる。10年ごとに、全世界の成功会の代表がロンドン、または、カンタベリーに集まる場が、ランベス会議として設けられており、様々な意見が交換されるが、各管区への強制力はなく、最近の会議は2008年に行われている。聖職者の構成は、主教、主催、 羊の三職位制をとっている。主教は、各教区の長として、教区全体の私木にあたる。主教の監督下に司祭が置かれ、主に地域の故教会の牧師の任務に従事する。主教、司祭を補助する職務を行う羊がおり、牧師法の任務や、神徒集会である、受精産社会の補助、助言、また、御言葉の礼拝の指式などを行う。聖公会における、 牧師とは、プロテスタント教会の牧師とは大きく意味が異なり、格好教会を志牧する責任者たる司祭、または主教を指す役職名である。カトリック教会における主任司祭がこれに相当し、司祭、または主教がこの人につく。故障としては、司祭、または先生と呼ばれることが多い。神父という継承も稀に使われるが、日本では、 修道司祭を神父と呼ぶことが多い。また、学校や病院などの中の礼拝堂を管理する、聖職者は、チャプレンと呼ばれる。生産式の執行など教会での神都市牧は、司祭以上の職位である必要がある。多くの場合、聖職者は、教会付属の牧師館に居住するが、聖職者不足などの事情で、別の教会の牧師を務める司祭が非常中の、 管理牧師として着任することもある。また、定年後の退職主教、退職司祭が食卓として配属されることもある。管理牧師に代わる、常駐の協約者として、羊、伝道士聖職候補生が配属される場合もある。なお、聖職者、協約者には含まれないが、礼拝等に奉仕する信徒の役職として、信徒奉仕者やアコライトなどがある。 従来、日本性公会では、生殖志願の要件として、満24歳以上の男であることと、日本性公会法憲法を機に定めていたが、1998年の日本性公会総会おいて法規が改定され、現在では、司祭羊ともに女性が暗守されるようになっている。ただし、教区の雰囲気として、導入は、時期尚早であるとの判断、あるいは、 教区主教の巻き替え方針により、女性聖職者の認職、助人の実績がまだない教区もある。政治的問題に対して、日本聖公会の管区事務所は声明、要請などを発表しており、反原発、平和憲法擁護の立場などを表明している。しかし、これらの社会的活動に関して、各国協会での定例交渉において、説教などの中で言及するとか、信徒に、 署名や政治的集会への参加を要求するというようなことは、まずなく、あくまで関区、教区事務所としての活動であって、宗教的活動とは一線を画している。各国教会の中でも、聖職、信徒の各個人においては、様々な思想、心情を持つ者が共存しており、日本キリスト教団などの中の社会派と呼ばれるグループとは趣を意にする。 ビアメディアの精神の一つとして、多様性の中の一致という精神もあることから、多くの聖公会は、エキュメニズム運動に対して、積極的である。アングリカンコミニオンとして、世界協会協議会に加盟しているほか、日本聖公会は、日本キリスト教協議会に加盟している。天礼様式における共通点が多いことなどから、ローマカトリック教会及び、 ルーテル教会との関係が深くしばしば日本聖公会の主教安守式に来賓として代表者が呼ばれるほか2014年には日本聖公会、日本福音、ルーテル教会、カトリック教会の三者での合同礼拝も行われた。近年ではウクライナ聖教会やコプト聖教会の礼拝に自らの聖堂を貸し出すことが行われている。 シカゴ・ランベス4公領に準拠した4ヶ条の日本聖公会、つなのりが定められている。日本聖公会つなのり日本聖公会では、旧約聖書及び新約聖書を聖典とする。旧約聖書続編については、礼拝で朗読されたりなど、聖書の一部として普通に使用されるが、この部分をもとに協議を立てないという原則も持っており、聖典とは区別されている。 聖餐式中に、旧約聖書、使徒書、福音書の朗読と紙編の交渉が行われるほか、朝夕の礼拝においても、日課として、聖書朗読が行われる。朗読箇所は、聖書日課として指定されており、聖餐式では1990年代以降、3年サイクルから、なる、改底共通聖書日課に則っ,って行っていて、朝夕の礼拝では2年サイクルとなっている。 聖書日課表は祈祷書に収録されているほか、毎年の教会歴に従って、教会歴、日課表が、年ごとに当てはめて作成される。なお、聖餐式等で朗読される紙編以外の聖書箇所を、抜き出した、特、等、聖餐式聖書日課が、書籍として、A 年、B 年、C 年用と3種類作られ、用いられている。礼拝において用いることができる聖書は、 新共同訳聖書のほか、いわゆる文語訳聖書、口語訳聖書、日本聖公会教務員発行の1968年改定版アポクリファの4種類と定められている。また、公式な認定は受けていないが、聖書教会共同訳聖書も使用される場合がある。信仰告白は普通、生産式では、ニカイアコンスタンティノポリス新城、その他の礼拝では、 使徒信条を用いている。アタナシオス信条は、現在ではあくまで、歴史的文書という扱いであり、祈祷書の末尾に、付録として掲載されているが、教会で用いられることは、まずない。2000年より、日本聖公会は、日本のローマカトリック教会と共同で、イエス・キリストが自ら定めたキリスト教で最も、重要な祈りである、主の祈りの日本語共通口語版を採択し、 両教会の祭儀、礼拝、祈祷において公式に用いている。ただし、終わりには、ローマカトリック教会とは、若干異なる、国と力と栄光は、永遠に、あなたのものです。アーメンという副文が付されている。アングリカンコミュニオンに属する各教会では祈祷書が、使用されている。日本聖公会においても、全国統一の、日本聖公会祈祷書が用いられている。 現在使用されているのは1990年に採択されたものである。聖功会の礼拝では聖歌を用いることが多く、多くの教会に伴奏用のオルガンが備え付けられている。礼拝開始前や、信徒の倍参事、司式者と奉仕者の帯同後に、祭壇や、聖宅のろうそくを消す間などには、オルガン総額が行われることがある。生産式では、 死式者と奉仕者の入道時、福音書朗読前、献金回収を呼び、パンと葡萄酒を製卓上に移動するとき、倍参時、死式者と奉仕者の帯道時の5回、あるいは入道、奉献、帯道の3回歌われることが多い。また、説教の後に、聖歌体によるアンセムが歌われる場合もある。その他、昭栄、チャントと呼ばれる旋律付きの式文もあり、キリエや、 大栄光の歌など、いわゆるミサ通常文や、主の祈りのほか、聖書日課や全部、または大部分の祈祷文を省営することもある。省営には、アングリカンチャントと呼ばれる、聖公会独特の様式がある。これまで、古今聖歌集が長年用いられてきたが、2006年に、日本聖公会聖歌集が発行され、これが、現行の聖歌集である。 この改定の過程において、古今聖歌集造法版95と改定古今聖歌集使用版が発行されたが、日本聖公会聖歌集の発行をもってその役目を終えている。特別な事情のある場合や巻き替え的な配慮等を除き、原則として現行聖歌集を使用するものとされている。主要な祭儀、礼拝は、手術の生産式、終日や、 教会歴上の祝日の生産式、朝、夕の礼拝などである。ことに、生産式が重要視され、原則的には毎主日生産式を行うが、近年では、聖職者不足のため、主日礼拝でも、生産式に変えて、信徒や執事が指式する、見言葉の礼拝を行うケースも増えつつある。生産式は、イエスキリストの死と復活を記念する礼拝であり、 原則的に、パンとブドウ酒の日種による売産を行う。売産は、洗礼を受けたキリスト教徒のみが預かれる。他教派の信徒でも、自分の所属教会で、売産資格があれば、聖公会の生産に預かることができる。また、初、売産前の用事や、洗礼を受けていない、洗礼志願者、来客でも、売産者と共に前に進み出れば、指式者による。 安守祝福を受けることができる。その場合、胸の前で両手をかける形に交差させて軽く頭を下げると、倍散せず祝福を受けたい胸の印になる。なお、従来は洗礼に加えて、検診を受けることが倍散に必要な資格であったが、2017年以降、検診前の倍散が可能となった。また、一年を、後輪節、後胆節、 権限説、大時武復活説などの季節に区切り、聖火や式文、祭り色などに変化を持たせている。灰の水曜日は、イエスの受難を目想し、復活祭に至る、約40日間の大時武に入る初日であり、灰の徒歩の儀式を行う。カトリック教会と同様に7つのサクラメントを行うが、厳密には、洗礼と生産のみを、聖伝意とし、 それ以外の献身、聖職安守、聖婚、個人残悔、病人の安守及びというの5つの式は、イエス・キリストの直接の定めによるのではなく、聖霊の導きにより、教会が行ってきた式であるとし、聖伝に準ずる儀式として、聖伝的書式と呼ぶ。なお、聖公会では、初代教会及び、カトリック教会、聖教会の定めた、聖人、殉教者、 副社らを、諸生徒の交わりとして尊重している。日本聖公会として公式に記念するものは、限定しており、また数形を義務としておらず、ある礼拝日が、祈祷書に載る聖人の祝日、小祝日や、その前後であったとしても、剣道名の由来になった聖人などを除いて、礼拝中に名を挙げて記念したり、説教の中で言及するようなことは稀である。 日本聖公会では祈祷書によって、教会歴の祝日、時節を定めている。祝日の種類は次の通りである。祝日、記念日季節上記以外の祝日日本聖公会では、全国に11の教区を設け、それぞれの教区の代表として主教が置かれている。主教に対する継承は、師あるいは、師父を用いる。主教座の置かれる教会は、主教座聖堂と呼ばれ。 その教区の中心の役割を担う。2020年10月の第65総会決議において、選挙協同区、電動教区制導入が決議された。11教区を東日本選挙協同区、中日本選挙協同区、西日本選挙協同区に区分けするとともに、各地区ごとに置かれる共同委員会によって、既存教区が電動教区に指定された場合、 教区主教は、退任、主座主教が移植する管理主教のもとで、原則5年以内に、他の教区への合併など再編を図ることとされた。以下の礼拝堂、伝道書、礼拝書等は含めない。東京聖アンデレ教会教徒、聖アグネス協会立教学院所生と礼拝堂、主教座制度、個別のウィキペディア記事があるもの、文化財等に指定されているもの。 著名な建築家の設計によるものなど、特質性のある教会、礼拝堂のみを記載する。東北教区横浜教区長野聖、九州教会ローマカトリック教会でいうところの修道士、修道所にあたる存在は、聖公会では、修士、修女と呼ばれている。現在、日本に存在する聖公会の修道会は、上記の一団体である。修士会は、かつて、 西洋ハネ修士会及び、聖市修士会の日本管区があったが、いずれも解散し現存していない。また、修助会は、1949年に、日本人の聖職、信徒により創設された、神愛修助会があったが、2013年に、解散している。日本にある、聖公会関係の学校、施設、団体等の連合体である、 日本聖公会関係学校協議会が存在する。名称には学校協議会となっているが一部教育機関以外も加盟している。これ以外にも幼稚園を経営する協会も各地に数多く存在する。ありがとうございます。